はい、皆さんこんにちは、あいです。今日は私のヘアケア、家でどういう風にホームケアをしているのかっていうのを紹介していきたいと思います。これが頭皮と、痛みのケア、トリートメントっていうのか、なんて言ったらいいのかわからないような、買ってみたので今回これもリビューを一緒にやっていきたいと思います。すっごい痛めて、まあ、まずはシャンプーからしていきたいと思います。私はずっとこのハーバーエッセンス、中学校の頃めっちゃ流行って、このバラの匂いがすごい好きだから、このシャンプーをずっと使ってます。ということでシャンプーしていきます。もうやばい、超聞こえるかな、超キシキシ、もう髪の毛が言ってて、まあ、こんな感じでシャンプーをした後にこのエッセンスを塗っていきます。垂らしていくって言ったらいいのかな。おお、なんかリンゴ、リンゴみたいな匂いですか。頭皮ケアなので頭皮にも気持ちいい。でも頭皮ケアってなかなかさ、シャンプーはするけどこういう薬みたいなのってあんま自分でやらないから、たまに夏場とかすごいいいかも。塗って汁で溶かします。なんかトリートメントした時ってこのクシンって溶かしてあげるのが結構重要らしくて、このぐらいでいいかな。ということで5分ほど待ちたいと思います。はい、でも5分ぐらい経ったのでこれを洗い流していきたいと思います。洗い流し終わりました。なんかすっごい髪の毛柔らかくなった気がするね。ちょっとこれ乾かしてまた撮りたいと思います。そしたら髪の毛を乾かしていきたいと思います。このさっき塗ったエッセンスと同じブランドの洗い流さないトリートメントも一緒に買ったので、乾かす前に、でもこれ本当に特に広告とかではないので結構ガチリビューをすると、髪の毛がすっごい柔らかくなった。はい、髪の毛乾かし終わりました。わかるかな、なんかね髪の毛がすごいふわふわ、なんか毛が一本一本細くなった感じがするんだよね。で家で結構これはすごい簡単にできるので、1週間に1回ぐらいケアしてあげると、多分またどん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 髪の毛が綺麗になっていくんじゃないかなと思います。皆さんぜひぜひ韓国に来たら私が紹介した商品買って帰ってみてもいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今回も動画見てくれてありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあねー。